岡山で大根運転してねえ極度つけようってこともありますずっと何十年も。しかしねこれほど悪いね人間おらんよわし見て。極度を言うたことは守る。おたくら言うとることが人を陥れてもええことはしない。神取義勝議員どうぞ。おはようございます。おはようございます。それでは通告に従って質問するんで市長きちっと答弁してください。わけのわからん答弁しないでください。まずはじめに一個出しとるだけなんで、市職員の不祥事について。市職員の不祥事が栗山市長になって多く出ているが、職員に対してどのような教育をしているのか。起訴された職員と2月に相談したとあるが、どのような相談だったのか。栗山市長はどのように責任を取るのか。たか1ヶ月、10分の1を3ヶ月で終わりだというようなことを新聞に載っておりますけれども、その点についても市民に分かるようきちっと説明してください。それでは市の職員の不祥事についてのどのような教育をしているかということでございますが、ご指摘のとおりここ数年来職員の不祥事が発生をいたしております。法を守るべき立場にある公務員としてあるまじきことであり、市政に対する市民の皆様の信頼を著しく失墜させましたことに対しまして、改めてお詫びを申し上げます。まずご質問の職員に対しどのような教育をしているのかにつきましては、具体的な内容を担当部長から説明をさせます。議長、はい、市長の人は市長答弁せんけまわが、これぐらいのところ答弁できんのかさせ、はい、市長答弁当たり前だったろうが、部長と書いてる変だろうが。はい、くれましょう。はい、詳細については担当から説明をさせます。議長、ダメだ。ダメ。質問者はわしだから。はい。これな、書いとろうが、答弁者は市長と。私がね、前ね、言うとったときに、ね、私が質問したときに、国連に乗ってねえから答弁せえってことがあるの、これ。ああ、市長が。なあ、書いとんだからすりゃええじゃねえ。何で担当なら。自分がトップじゃろうが、トップのもんができんもんやったら、議員、はい、市長やめなきゃいけな。はい、市長。はい、どなたが誰が質問に答えてもいいようになっておりますので、詳細につきましては担当から説明をさせます。以上です。よろしいですか。はい、石田企画財政部長。石田ところできんのか、これ、はい、失礼します。職員に対しどのような教育をしているか、具体的な内容についてお答えをいたします。まず、職員の、倫理の向上や、不祥事防止を目的として、コンプライアンス研修を、定期的に実施するとともに、不祥事発覚後は追加で実施するなど、職員の、資質の向上、そして、再発防止に努めております。以上でございます。はい、神取議員。あのですね、トップがね、答弁ができんようになったら市長やめや。え？自分がトップになって、ねえ、不祥事出した部長を命せえやと。うん？神取を通すしてでの通すした通すした盗んだ。おめがえたおめがえた。どれだけ君ここで言うたんなら。うん？それで質問して答弁ができんようになったら、神取議員の勘違いじゃいて。勘違い何べん出てきたんだ。それトップ取れるんか。市長でしょ、大高。何回もこれね、市長、あんたが市長になって、4回出たん、4回、不祥事が。わかる？ 1 回目がね、金工、市のね、局長、おるときに、33万円なくなったんだ。ねえ、何をしてないじゃねえ。
自分が預かったの金がのうなって金も払わとそのまま帰って退職金を全額もろうて、え、そして6ヶ月休職しとんじゃねえ。その後それで私が市長に職員が縁おるかろくなごらんのな言ってた、ええ人ばあだ言うてから、こういう人ええ人ですか。そして2回目がね、職員のね使い込みね、これ懲戒免職しとこれ全額ね返金しとんだよ。わかるか。普通ね裁判所で金を取っとって全額返金したら大体執行猶予なんだよ。懲戒免職しとじゃないか教育長。それで自分らが10分の1ねえ給料の10分の1カットしただけでしょうか。うん、我々もねずっとしてきとんですよ。なんやかんや見てねえ、岡山で代行運転してねえ極度突きようとこともあります。ずっと何十年も。しかしねこれほど悪いね人間おらんよ。わし見て極度を言うたことは守る。おたくら言うとることが人を陥れてもええことはしない。だから私ここで質問しようんですけれどもね、その時も18万取ったけど全額返金した懲戒免職、その後ね飲酒運転、この職員未だにおるでしょうが、飲酒運転で警察捕まったら大体懲戒免職なんだ。自分の好きな人は、うん、あいやいや選挙してくれるから、ああかわいい子っちゃか、そらもんじゃいかんでしょうが、え、未だ来とるでしょうが職員で。それで今回でしょうが、市長私もね30年事故しょんじゃ議員を、これほど悪いな市長おらなんだよ。今後の働か3期しとります。ここまでしてない。その後ね片山町長、そして田主市長、不祥事で新聞に載ったものは誰もいないんだよ。10分の1カットで済むもんじゃないだろうが、笠岡の市長はコロナ対策で自分の給料 50% カットしとるでしょうが、市長は議員がした後にこんな1割しますら副市長で1割だけカットしたじゃないですか。これで通るんですか。自分は可愛いから自分を守るけど人がしたら徹底的に叩くんですか。これが今現の市長のやり方じゃないですか。プーチンが悪い、プーチンが悪いけど、私はね市長あんたがしょるってもっと悪いじゃねえかも。今見ると法的ことをしょるって法的なことになってないんだ。これそれでね、今回職員がね建設関係、今の藤原氏が逮捕されて懲戒免職になった後に議員が早く辞めた人が3人おるんだよ。建設部長、建設関係バーですよね、財政部長、この人は残4年残して辞めましたねえ。吉村建設課長、全部が建設関係じゃないですか。これ関連しとん、なんかあるから言ってみんな言うじゃねえ。おったら退職金のようになるから早辞めとった方が得じゃ言って辞めたんじゃいうことを私は噂で聞いとんですよ。噂いもな何もねえとか出んのんですよ。その件についてきっと説明しられ。はい市長。はい、いろいろ指摘なご意見は今お聞きいたしましたけれども、ただいまのご質問は、まあ、令和3年度末に部長が早期退職したということでございますが、まあ、いろんな噂、誰からどのようにお聞きになられているか私は存じ上げませんが、まあ、簡単に申しますとですね、この私たちがこの事件を知ったのは令和4年の今年の2月でございます。そして、まあ、元部長の皆さんがはですね、半年以上前にその早期退職という制度がございまして、まあ、それに申し込んだわけでございます。そのことはですね担当部長から詳しく説明をさせます。以上です。